これ逆にどこまでクオリが軽く取れるかちょっと見ものです。見ものですね。クッパはオリマーしんどいはずですよね。どうなんでしょうね。そんなにきつくないと思いますよ。実際割られなければ。ヒカルさんブリ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 って言いながら選んでる。え、これは多分僕個人的に見ると多分ピクオリユビよりの五分に近いけど。ゴムに近いけどピコリビューリぐらいじゃないですか。おっと、まあ、ここでまあここでヒカル君が勝つと多分ダイヤが逆転します。ダイヤ逆転します。はい、クーパーユーリですね。はい、ダイヤを決める一戦、はい、行きましょうか。まあただシールドが割れたらとかつくかもしれない。シールドが割れたらシールド割れたらシールド割れたらクーパーユーリみたいな。さあ硬いグーアクションを交わして勝者が決勝シュートを合わせて光るスタートです。上スマッシュ。さあ暴れている。あー、これ痛い。これきつい。痛すぎる。いやーこれきついです。これきつい。 72% 多分予想以上にピクミンの下投げからの火力めっちゃ取られます。取られる、はい、これは痛い。さあ逆まだ 3% しか与えてない。まだ1/5。さあ空中前 126%。 でもあと2回触ればいい。先ほどで掘り起こして、はい、中段来た1段目空した。さあ空砲を見せていく。何で抱きかけてくるのか。弱かな。ここまで入らない。もう怖いあーブレスマッシュやってくれた。いやこれは我々にとってかなりのリターンありますね。いいな。いいですね。いや美しかったですね。美しい下見てくれました。いや3、2枚これ本当に勝者が決勝ですか。わーいやあるもう見る限りにシュート真下に入ってないですか。あこれはぶっ壊してくるか。お怖いからの横綱しっかりアンパク取っていく。冷静ですね。そうですね。もうお前何やってんだぐらいの勢いで勝ってますからね。リプレイお願いします。検討した結果、ゴブです。ゴブです。ゴブ。あれ、下 B が当たったら勝ってた。そう、下 B が当たったら勝ってる。そう。当たったら勝ち。ということは、ドンキー来た。リプしません。リプできません。やっぱ、ふわふわしたキャラはかなりきついですからね。そうですね。ピーチとか、トゥーンミンとかがやりにくいって話は聞いたことある。僕もドンキーと戦うときはあもう70ぐらいいったらあこれは入らないなって言いながらジャンプコストですトゥーンリンクの僕いっぱい。さあ行きましょう。今度は裏と町やはりでも光るといえばドンキーですからね。スタビーします。あしませんっていうキーコンじゃないからしてもいいんだ。さあ横スマッシュ。いやこれ引っ付けて、いや剥がせないですね。剥がせないぞ。ピクミンの貼り付きってなんか場所によって違うんで、そうですね、違うんですよね。下半身と今多分体の真ん中ら辺に引っ付いてて空ヘルだと入ってダメだったと。ダメだったんじゃないですかね。さあ横スマッシュ 110%。 さあ下強でこのホリマーの下強が非常に強いですね。崖下まで当たりますからね。いやこのスマッシュしかしドンキが重い。引き捨て横スマうまい。さあ見てる。さあ、空中前ジャックから、はい、空中前 55%。 これ今、もしかして空前で調整した可能性調整したまである掴んでこれは上投げからわーこれが光るドンキこれだ見せてください。光るさあいいぞ、下投げ下投げ。しかし、この火力いややっぱりでかいからピクミンかなり火力強いですね。さあジャックからジャックこれはあるのか。まあ、や見てますね。見ていくジャンプ上がりをしっかり買っていく。ドンキー横スマッシュ 108%。
き上がりがうまいですね。うまいですね。あれジャンプ上がりしてると多分15分かかってるんですよ、ね、おおこれはウルパンから掴んでいく。いやこれはもうしかしまさかまさかうまい、いやシュートに1回もジャンプ上がり過ごしないですね本当に。いやいやばいそれシュートオールのジャンプ上がり1回も通ってないと思いますよ、うん、今見 見てた限り。いやそんなに枯れるからなんだって感じですよね。素晴らしい。